秋華賞トライアルローズステークス上位3頭に優先出走権が与えられます。体制完了。スタートしました。人気のレガレイがまずまずのスタートを見せています。先行争い、さて何が行くのでしょうか。中からレディーバリュー出てまいります。外からセキコバイーフ押して上がっていきます。2馬身後方にタガノ LP がラバンダ、外から追う形ラビッポアイ、その内を通ります。これをぴったりとマークするように15番メガレイが内をじっくりと、クリーンズローク外からオーロラ X、 各馬これから第1コーナーに向かっていきます。その外にケレフがタニキュルラチドイを追走、その後方からサフィが続いています。黒いレッコはサンセットビュー、その外にザブライド続いています。内側にフネリングビュー並ぶ形、最後方からハワイアンピアレ、こういった体勢です。ジョッキー間の駆け引きが非常に重要なレースとなっております。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭変わってセキコバイーフ、レディーバリューラチドイの追走、間が空いてアガノ LP がラバンダ、外から追う形チェレフが少し上がってこの位置、そのうちにオーロラ X、 内からラビットアイ、一馬審査追走15番メガレイラ。さあ3コーナーを過ぎ、先頭が突き放しにかかります。先頭はまだセキコバイーフ、その差半馬身、2番手追走はレディーバリュー、メガレイが動いた、サフィが差を詰めてきた、そして間からラブライド、各馬第4コーナーを回りました。セキコバイーフ、メリーバリュー、2頭がわずかに抜け出したか。メガレイが早くも先頭を捉える勢い、セキコバイーフもわずかにリード。さあ残り200、2番手はメリーバリュー、ここでメガレイが先頭、先頭はメガレイが、メガレイが1着でゴールイン、1着メガレイが、続いてクイーンズウォーク、勝ちタイムは2分1秒1、勝ったのはメガレイが。秋華賞トライアルローズステークス上位3頭に優先出走権が与えられます。体制完了。スタートしました。人気のメガレイがまずまずのスタートを見せています。先行争い、さあ何がいきますか。中からセキコバイーフ出てまいります。レディーバリュー、これを追走、2馬身後方にタガノ LP が、その外にラバンダ、満場との息もぴったりのクリーンズローク、ぴったりと口を回ってタニキュル、口を見るようにしてオーロラ X、ラビットアイ、続いています。内に並んでケレフが、各馬これから第1コーナーに立っていきます。半馬身ほど遅れてザブライド、並ぶように内、サンセットビュー、外からサフィラ、ハワイアンピアレ、内を行きます。内を見るようにしてメガレイラ、しんがりからフネリングフープ、先頭からしんがりまではおよそ15馬身。このレース個人的に注目している馬はタガノ LP だ。さあもう一度先頭から見てみましょう。前半の 1000m を通過しました。60秒台、今日の中京競馬場、馬場が渋っています。先頭は現在セキコバイーフ、ラチドイを回るのはレディーバリュー、ちょっと離れてタガノ LP だ、競り合うようにして外ラバンダ、ラビットアイ、入れ替わってこの位置、口を差がなくオーロラ X。 さあ3コーナーを過ぎ、先頭が突き放しにかかります。先頭はセキコバイーフ、後続との差はまだ2馬身、これを追って2番手にレディーバリュー、サフィラ、差を詰めてきた、そして間からラビットアイ、各馬第4コーナーを回りました。メガレイラ、ここから前を捉えきれるか。レディーバリュー上がってきている、クイーンズウォーク上がってきた、外からレディーバリュー、先頭、ここでクイーンズウォーク、クイーンズウォーク、先頭、外の方からタガノ LP だ、先頭はクイーンズウォーク、クイーンズウォーク、今ゴールイン、勝ったのはクイーンズウォーク、続いてメガレイラ、そして3着にタガノ LP だ。勝ちタイムは2分0秒4、勝ちましたのはクイーンズウォーク。秋華賞トライアルローズステークス上位3頭に優先出走権が与えられます。体制完了。スタートしました。人気のメガレイがまずまずのスタートを見せています。先行争い、さあ何がいきますか。レディーバリュー、先頭を伺います。セキ
リコバイース先行体制です。オーロラエッジ折り合いがつかないか。1馬身差でラバンダペチオスがなく、タガノエルピーダ2馬身後方にクイーンズロー外からサンセットビュー並ぶように打ち、ケルフが外からラビットアイ宇宙賞通ってタニキュル、ここから各馬1コーナーを回っていきます。1馬身差でメガレイダ足根の馬体ハワイアンピアで宇宙を見るようにして、サフィララブライド宇宙を行きます。そして新学期フレミングフープ、こういった体制です。ジョッキー間の駆け引きが非常に重要なレースとなっております。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭は依然レディーバリューレースを引っ張ります。後にはセキコバイーフ、前半の 1000m を通過しました。60秒台今日の中京競馬場、馬場が渋っています。3、4馬身切れラバンダ宇宙賞通ってオーロラエンプス、その後ろタガノエルピーダこの位置にいます。ラビットアイ1馬身差でケルフ内側にクイーンズローク並ぶ形、半馬身遅れてサンセットビュー、さあ徐々に後続が差を詰め始めます。依然として先頭はメリーバリュー、リードは2馬身、これを追って2番手にセキコバイーフ、さあメガレイダ動いた、ハワイアンピアレ差を詰めてきた。各馬第4コーナーを回って直線コースに向いてくる。メガレイダそこから届くのか。セキコバイーフ追走、オーライ現在3番手、さあ残り200、セキコバイーフと伸びてきている。先頭ここでオーロラエックス、オーロラエックス先頭、オーロラエックス1馬身つけてゴールイン、1着オーロラエックス、その後メガネリマ、マガノエルピーナ続けてゴールしております。8タイムは2分0秒9勝ったのはオーロラエックス。中華賞トライアルローズステークス、上位3頭に優先出走権が与えられます。体制完了。今ゲートが開きました。人気のメガネイがまずまずのスタートを見せています。先行争い、さて何がいくのでしょうか。中からセキコバイーフと出てまいります。差がなくメリーバリューこれに加わっていきます。宇宙賞通ってタニキュル外からタガノエルピーダ外から差がなく、キーフ同士ラバンダ内からラビットアイ内をじっくりオーロラエックスクイーンズローク泣き恋の追走。各馬これから第一コーナーに向かっていきます。内を見るようにしてケルフが安城との息もぴったりのサンセットビュー、一馬身差でラブライドプレミングフューその内を通ります。外から追走サフィラ、競り合うようにして外メガレイダ、新垣からハワイアンピアレ、こういった体制です。ジョッキー間の駆け引きが非常に重要なレースとなっております。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭は依然セキコバイーフレースを引っ張ります。その後ろにはメリーバリュー、4馬身ほど後方にタガノエルピーダ、タニキュル、ラチドリの追走、外の方からラバンダ、オーロラエックス、ラチドリの追走、ラビットアイ外から追う形、内からケルフ、さあ各馬ここから差を詰めていきます。依然として先頭はセキコバイーフ、リードは2馬身、これを追って2番手にメリーバリュー、さあメガレイが動いた、ラブライド差を詰めてきた、残り400を切った。各馬第4コーナーを回りました。メガレイがここから前を捉え切れるか。メリーバリュー追走、アナノエルピーが上がってきている。タニキュルここで先頭に立った。さあ残り200、単独先頭2番手のアナノエルピーが食い下がる。単独先頭タニキュル今ゴールイン、1着タニキュル、その後アナノエルピーがフレミングフープ、この2頭の2着争い。8タイムは2分0秒18、勝ちましたのはタニキュル。